中華航空の日本支店旅客営業部のスーさんさんにお越しいただいての、経営講座を開催させていただきます。そして日本に来た時に必要としているものは、まずこの八幡平のことを考えますと、自然がとても豊かで、お花が、高山植物がたくさんあるということを伺っておりまして、台湾の人はなぜかお花がすごく好きなんですね。なのでお花畑で作っていただいたりとか、そういったものを皆様で工夫をしてやることによって、またそのお花畑の前に写真撮影できる場所を設けてあげたりっていうことによって、そこで人も集まってくる。で、3から4家族が一緒に来るんですね。なので各家族で考えても4家族でも10名以上っていう形で、皆さん家族旅行で、それも大型の家族旅行で日本に来ます。浴衣着てみたり、温泉に入ってみたり、あと日本らしいものをやっぱり求めてくるんですね。そうしますと、料理の食事するところを料理に変えたり、南部鉄器のものにしたりとか、その場所その場所でしか体験できないものを用意してあげることによって、思い出としてやっぱりそこでも深く頭に残って、心に残って、帰ってからまた誇張して宣伝をしてくださるので、すっごく助かります。メニューがどうしても日本語でしか表示されていなくて、写真もなく、どういうものを頼んだらいいのかわからない方々が多くって、なので中国語にいちいち訳すのすごい大変だと思いますので、せめてその料理の写真をメニューに載せたりっていう風にしていただければ、コミュニケーションが取れなくても写真を撮すことによって、そこでメニューオーダーができたりっていうのではないかなと考えております。泊まったホテルの部屋っていうこともそうですし、すぐにも入ったらそこで写真を撮って Facebook に載せたり、自分のたちの思った感想、また皆様から受けたサービスのそういった内容をすぐアップロードして友達にとシェアしたりしますので、その Wi-Fi ができるかできないかによって、本当に情報の伝達の速さっていうのが変わってきますし、あれ体験せずに帰ってしまうというのはすごいもったいないことだと思うんですね。なので年配の方でも歩けるような、もう少し平坦の道だとちょっとつまらないので、やはりそれはその残したまま、例えばコースを短くしていただいたりとか、そういうことをしていただくと、どの年代の方も挑戦できるのではないかなというふうに考えております。この八幡平を見て、台湾の方にどういう紹介をするとこっちの方に目を向けてくれるのかなというのが知りたい。去年9月に来た時は八幡平も1泊しかさせていただいておらず、昨晩は松川荘の方に泊まらせていただいたんですけれども、松川荘の温泉、そして雪の中での露天風呂にすっごく感動しました。それを見ることですっごく、あ、日本に来た、こういう場所があるんだっていうのが自分の中で一つの思い出として持って帰れるんですね。で、またスキーの体験だったり、あと高山植物を見たり、あとさっき言った岩盤を歩いたり、トレッキングしたり、そういったことがもしかしたらもう今観光協会の方で宣伝しているパンフレットになっているかもしれない。